アメリカ合衆国の指揮者、ピアニスト。オレゴン州のポートランドに生まれる。ポートランド州立大学でアリエル・ルビンシュタインに支持して1956年に学士号を取得した後、ニューヨークのマネス音楽大学でレナード・シュアーに支持して1959年に学士号を取得した。その後、1992年にルイビル大学で博士号を取得した。 1964年、ミトルプーロス国際式コンクールで優勝した。その後、メトロポリタン歌劇場準指揮者、ウェストチェスター公共楽団音楽監督、フェニックス公共楽団主席客演指揮者、オースティン公共楽団音楽監督、オレゴン公共楽団音楽監督、サンアントニオ公共楽団音楽監督、ノースカロライナ公共楽団主席客演指揮者、 ルイビル公共楽団音楽監督を歴任した。ルイビル公共楽団には、現在も、景観指揮者として在籍している。また、ニュージャージー公共楽団主席客演指揮者、サンディエゴのウェスト音楽アカデミー音楽監督、イエール大学フィルハーモニア、管弦楽団芸術監督を務めた。現在は、コロラドスプリングス公共楽団音楽監督と、新設の コロラドスプリングスフィルハーモニック初代音楽監督を兼任している。その他、オレゴン州のサンリバー音楽祭で17シーズンに渡り音楽監督を務めている。また、アメリカ公共楽団、ボルティモア公共楽団、シンシナティ公共楽団、ダラス公共楽団、インディアナポリス公共楽団、ミネソタ管弦楽団、ニューヨークフィルハーモニック、ロチェスターフィルハーモニー管弦楽団、 セントルイス交響楽団など、アメリカ主要都市のオーケストラに、客演歴を持つ。ヨーロッパとアジアにも客演した。また、伴奏ピアニストとして、フランコ・コレッディ、シェリル・ミルンズ、ザラ・ネルソバ、ルッジ・エロリッチ、ジェニー・トゥーレル、レナータ・テバルディ、ワルター・トランプラー、ピンカ・スズーカーマンらと共演した。録音活動にも、精力的に取り組んでおり、ルイビル交響楽団と、ウィリアム・ボール、 コム、マルカントニオ・コンソーリ、ジョン・コリリアーノ、ブライアン・フェンリー、ソフィア・グバイド・ゥーリナ、カレルフサ、オット・リューニング、ボリス・ピリン、ガンサー・シュラー、スティーブン・サバー、ジョン・タワーラの作品を録音した。コロラド・スプリングスにて没。コロラド・スプリングス・フィルハーモニック・コンダクター、ローレンス・スレイトン・スミス・デッド・アット77。ありがとうございます。